7月8日会員給食にやっと汁物が出ました。やった。おいしいね。あったかいね。売り上げの自宅が被災し辛い思いばかりでしたが、これからの大切な大切な私の居場所ができました。もうすぐ東日本大震災から1年。今首相官邸の玄関ホールでは。 被災地からら届けられた写真メッセージを展示していますどれも復興へと向かう日常の姿を映し出したものばかりいつも日本中が被災地と共にありたいその思いから去年9月首相官邸ホームページは「私の復興頼りコーナーを解説」を開設そこに載せている被災地からの写真や便りを今回 官邸を訪れた国内外のお客様にも見ていただくため展示することにしました初日の3月5日朝総理は官邸の執務室に向かう途中パネルの前で足を止め写真一枚一枚をじっと見つめました復興にかけた人々の思いとか息遣いが伝わってくるまさに被災地の今を捉えた写真が多くて 改めて力強く復興を後押ししなければいけないと思いました今回、玄関ホールに飾られた写真は、復興へ、出発、子どもたちなど、5つのテーマで30点、この中で総理が最も印象に残ったのは赤ちゃんのベビーマッサージとかですね、子どもの笑顔、やっぱり一番ほっとしますね。 首相官邸ホームページの私の復興頼りコーナーにこれまでに寄せられた写真とメッセージはおよそ500点。今も連日、被災地のあちこちから新しい頼りが届いています。何があっても、決然と前へ。たくさんの花を咲かそう。再び打ち鳴らす。福島、新しい命。一心不乱の祈り。 そしてもうすぐあの日から一年。今後も被災地の今をお伝えするため私の復興頼りの募集は続きます。こうして皆さんから寄せられる思いを受けて今政府が一番に取り組むべきこと。今官邸にもですね被災地のさまざまな最近の生の写真をあの掲載しているんですが希望を持って動き出している方が特に若い人が。 増えてきてきいるというふうに私も思いますでそういう思いをしっかり受け止めて、加速して対応していきたいというふうに思います。